はい。えー、っと、それでどうやってそのアナリティクス、サプライチェーンを勉強するのかって話なんですけど、まあ、簡単に言うと、えー、ただで見れるオンラインのコースを使いましょうということです。で、おすすめのものをこれから紹介していきます。で最初のものはエデックスです。でエデックスというのは、えー、っと、MIT ね。あと、ハーバードが始めたもので、2014年の時点で、まあ、結構いっぱい、4ミリオンとか。 いてあの、まあまあ、質がいいのが入ってます。で、えっ、ー、と、利益を追求してないはずなんですけど、えー、当然お金は取って、えー、スタンスとしては、えー、単位をもらいたいときはお金を払ったり、ね、そうじゃないときは、えー、こういう調校ってボタンがあります。で、その調校ボタンを押すと、えっ、ー、と、基本は無料で勉強できます。というのが、このエデックスです。で、2番目が、えー、コーセラーですね。コーセラーは、えっ、ー、と、スタンフォード。 が中心になって、えー、とマシンラーニングとかで有名な、えー、このお二人さんですね。アンドレーとタフネが、えー、始めたやつです。で、えー、こっちは一応利益を追求しているので、で、ただ、あの、こういう看板の授業ですね、アンドレに合っているマシンラーニングとかいうのは無料で見ることができます。で、当然、オーディットボタンって押せばいいんですけど、結構見つかりづらいのところに置いてあるので、えー まあ、我慢て探せば、えー、いい授業が無料で見られるという仕組みです。で、最近では YouTube にも割といいものが、あの、大学としてやってるんではなくて、学会の講演とか、または、えー、セミナーとか、は YouTube でもいいものがあります。で、私の、えー、まあ、あの、撮ったやつとかも YouTube に置いてある。まあ、これもそうなんですけど、で、えー、ただし、えっ、ー、と、問題があって、えー、 中には、いえっ、ー、と、イリーガルなもの。他の人のスライドをか、あの、ビデオを勝手に紹介しているだけとか、もしくは、あの、フェイクと言って、えっ、ー、と、まあ、あの、パクって偽物をやってるとかっていうのも、嘘を言ってたりするのも、えー、あるので、注意して見てねと。で、えっ、ー、と、コーセラとか、えっ、ー、と、エデックスは基本的に授業なので、えー、ちょっと古くなっている場合が。で、もっと新しい情報、えー、が欲しいときは、YouTube の方が、えー、ちゃんと探せればよかったりします。 で、えっ、ー、と、何を勉強するかという話なんですけど、えー、まずは確率論ですね。確率論だと、えー、これエデックスですね。エデックスで、えっ、ー、と、MIT の、えー、ま、確率論の専門の先生。えっ、ー、と、確率論ってやっぱ MIT が、やっぱ定評あるんですね。昔からいい本を出してたりします。で、こういう授業があります。ま、これで検索すれば出てくるんで、えー、ま、これを受けてねっていうのが最初の、 で、結構これ実務的な例が多いっていうのが特色です。で、えっ、ー、と、具体的な例を使って、だから普通確率論っていうと大体数学屋さんが教えちゃうんで、えー、まあ、定理証明、定理証明になっちゃうんですけど、MIT 理由はそうではなくて、えっ、ー、と、まあ、あの、定理証明じゃないような感じで教えてるので、非常にわかりやすい授業です。おすすめです。でまあこれがあの、シラバスなんですけど、まあ、普通の、えー、まあ、 確率の行為とか、数え上げとか、離散、連続。なんてやった後に、ちょっと珍しめで、ベイジアンインフレベイ、ベイズ推論。これ実は最近、えっ、ー、と、こういうアナリティクスの中では非常に重要な位置を占めるようになっているので、ぜひこの辺は理解しておいた方がいいんじゃないかなと。またマルコフチェイとかね。この辺も、えー、実は、えっ、ー、と、機械学習とか、えっ、ー、と、深層学習。 とか教科学習なんていうのは、これ昔からあるこういう理論がベースになっているので、えー、ちゃんと、えー、理解しておくということをお勧すすめしています。で2番目で、えーと、コンピューターサイエンス、まあ。プログラミングを含めてデータ構造とかアルゴリズムどうするのって話は、えー、ちょっと手前みそうなんですけど、この,、えー、この授業、えー、とこれも MIT なんですけど、2つの授業があって、まあ、全部 Python を使ってやってる。 で、Python は流行ってたんで、私本を書いたり、この本も翻訳をえしました。で、まあ、あの、宣伝ではないんですけど、まあ、なかなかいい本です。で、Python の基礎から応用までちゃんと教えてくれるので、えっ、ー、と、おすすめしています。で、えー、これシラバスかな。えー、まあ、まあ、普通の。で、ちょっと変わってるのはデバッグの方法とか、アザーションとかね。 エクセプションとか、まあ、普通はあんまり教えたりしないような、プログラムの普通、あの、書き方しか教えないって先生が多いんですけど、もっと実践寄りになってます。で、えっ、ー、と、さらに、プロッティングとかね、えー、やっぱしデータサイエンティストは描画詞とかビジュアライゼーションも大事になってくる。で、この辺最適化ですね、ナップサックとか、この辺、この辺は、えっ、ー、と、機械学習みたいなこととか、グラフセオリーとか、まあ、非常に幅広く教えてくれますが、えー、 まあ、あの、MIT ですんで、なかなか手強い、そう簡単ではない感じで教えるんですけど、まあ、あの、よ、よく見れば、あの、よく聞けばえ、非常にいい授業をしているので、ぜひ使ってみてください。さて、えー、次は機械学習ですね。マシンラーニング。で、これは、あの、コーセラです。で、なぜかっていうと、コーセラ作ったアンドリュー・エンっていうのが、この専門家で非常にいい授業を、まあ、あの、古いんですけど、えっ、ー、と、録画。 しといてていくれて、えーまあ、普通の、えー、とマシンラーニングの基礎から応用まで、えー、全部、レ、えー、コメンダーシステムなんていうのは割と応用に近いようなことですね。推奨システムなんていうのもやってくれているので、多分ん、まあ、日本語であちこちに流れている、まあ、マシンラーニングの基礎をやっているのはちょっとやっぱ一線を、やっぱプロがちゃんと全部教えるっていうのでおすすめの授業です。であ 一応簡単に説明しておくと、えっ、ー、と、マシンガーリング何っていうと、大きく二つに分かれていて、ね、これね、えっ、ー、と、教師あり学習と、まあ、教師なしと。まあ、中間もあるんだけど、で、教師、えー、ありの方は大きく分けて、えっ、ー、と、回帰、これ回帰。こっちが分類に分かれてますという話。で、えっ、ー、と、これ回帰の方ですね。まあ、簡単に言うと、まあ、あの、これ、彼が最初に使ってた例かな。えー X 軸、X に、えっ、ー、と、うちの大きさをとって、Y 軸に、そのうちの価格をとると。で、大きい方が高くなるんで、右上がりなんですけど、えー、この Y 切片、インターセプトと、傾き、えー、サイズが増えると、どのぐらい価格が増えるのか、っていうのを予測したりするのが、まあ、この回帰分析です。で、マシンラーニングの、って何って話を言う、するときによく使われる例で、えっ、ー、と、マシンラーニングの、 えっと、まあ、何やってるのっていうと、こういうモデルですね。y、すなわち価格が、えー、うちの大きさ x に対して、こう、定数倍になっていて、なんか y 切片があるみたいな、これモデルですね。モデルを仮定して、これ、まあ、仮定するす、ね。アサンプション。で、データをいっぱい、まあ、この場合、そんないっぱいないけど、まあ、たくさん持ってくる。データをたくさん与えれば、勝手に、 この誤差を少なくなるように、この A と B を学習して、このラーニングって学習なんですけど、学習して、えー、この後に新しい、まだ、えー、とこのデータにないような、この X、このぐらいのサイズの時に価格はいくらっていうと、まあ、予測というかあ、あの、インテリジェンスを持っている。過去のデータから新しい知見を得ている。と解釈できますよね。っていうのが、あの、マシンラーニングの一番基本です。 まあ、ああの、統計無析でもこういう回帰ってやるんですけど、マシンナーニング的に言うと、そういうことです。で、もう一個教師あり学習があって、あ、教師ありってこういういデータを与えるってことね。データと答えを与える。うん。答えを与えてやるのが教師ありなんだけど、えー、これ分類です。これ何かっていうと、スパムかどうかか。メールが、あの、迷惑メールのことをスパムと言います。そうじゃないのが、スパムでないの、まあハムとか言ったりするんだけど、まあ、えっ、ー、と、 予測するものがスパムの場合、この y という変数が1になっている。そうでない場合は0になっているみたいな風にすると、ここが離散値になっていると。1か0か。スパムをバッテンにすると、×か丸かを当てましょうという話です。で、えー、同じように、えーとスパ、スパムかどうかを当ててくれるようなある関数ですね。ここではその説明はしてないんですけど、えー、まあ、ある関数を、えー たくさんデータを与えることによって、いい関数を近似的に出せるようにしましょうね、みたいなのが、この分類の目的です。例えば、まあ、ここに線を引っ張って、こっち側はスパムでない。こっち側はスパムだよ、みたいなことを、この0.5っていうのを指位置にして、ここを区切りにしてやったりすると、まあ、あの、スパムがどうかを判定する新しいインテリジェンスがデータを与えるだけで、 ま、ここは一応仮定はするんですけど、与えた仮定のモデルに対して一番いい近似を与えてくれるような学習をしてくれるっていうのが、この、え、分類です。で、えっ、ー、と、で、こっちは教師なしですね。アンスーパーバイザーラーニングといって、えー、正解が与えられていない。ただ単にデータがたくさん与えられていて、そこから何かやってねっていうのが、えー、このアンスーパーバイザー、教師な,なし学習です。で、まあ、典型的な例として、クラスタリングといって、 例えば、まあ、たくさんのニュースを与えたときに、まあ、勝手に、えー、クラスターっていうんですけど、まあ、分類してくれる、えー。これはスポーツのニュースに違いない。これは世界のニュース。これはなんかサイエンスのニュースで、これは何か、えー、エンタメだよみたいなものを、まあ、データから勝手に分類してくれる。これが正解でなしでやってくれるのが、このアンスーパーバイズドラーニングです。でこれ、シラバスです、まああの。非常に幅広く、しかもわかりやすく、丁寧に。 問題は古いんで、えっ、ー、と、練習問題とかが Python でなくて、マトラブっていうのを使ってます。確かマトラブか、えー、そのフリーの Octave とか使ってるんですけど、まあ、あんまり最近使われてないと思うんで、えー、まあ、Python で自分でやり直すことをお勧めします。で、えっ、ー、と、機械学習をもう少し最近目に見ると Deep Learning って方が、えー、よく知られてて、まあ、流行ってきています。で、えっ、ー、と、さっきのアンドリュー・エンも、 ディープラーニング .ai というのを最近作って、えー、もっとたくさん授業をとっています。で、この辺がディープラーニング .ai の最初に取られたやつで、まあ、基礎から、えーまあ、最近の、えー、畳み込みニューラルネット、コンブネットとか、えーまあ、連続型、いわゆるリカレントとかいう、えーまあ、ディープラーニングのモデルまで、まあ、非常に丁寧に説明してくれています。 で、これ入るときに、ディープラーニングスペシャライゼーションこれ全部取ると、まあ、マスターコースみたいなところで単位遅れますよみたいのがあって、そこは無料ではありません。ただし、これ一個一個入っていって、一個一個オーディットってボタンを押すと、フリーです。で、これはもっとてあの、実務家向けに作った AI for Everyone という、ええー、まあ、全体の概要、ディープラーニングの全体像を知きたいときの授業で、まあ、あの、た、たくさんあるんで、で、こっちはちゃんと Python でやったと思いますし、 まあ基礎を勉強するには非常にいい連続講義だと思います。はい。で、えっと、これは YouTube の、えっというか、まあ講義をこのサイトにとってあってえ、この辺のボタンをポチッと押すと、YouTube に飛んできます。で、えっと、Introduction to Deep Learning かな、えっという、これ MIT がやっています。非常にいい連続講義で、毎年毎年、 YouTube にアップしてくれてて、これは2020年バージョンだと思います。で、こっちの方が最先端の話ですね。えー、もういきなり2回目ぐらいからシーケンスモデル。えー、さっきのアンドリューのところではラストにあったのがもう2回目です。で、えー、まあビジョンやった後に、この辺は新しいやつで、えー、生成型、ジェネレーティングモデル。えっ、ー、と、なんていうのも、あとこっちは強化学習ですね。で、こういう割と新しめな、えっ、ー、と、 とか、まあ、そのディープラーニングの限界とその最先端フロンティアとかいうのも入っていて、えっ、ー、と、まあ、新しいことを知りたい人は、えっ、ー、と、こちらをお勧めしています。で、えっ、ー、と、最適化なんですけど、最適化はあまりいいレクチャーがないんですけど、えっ、ー、と、このコーセラに、えっ、ー、と、パスカルさんが、えー、ま、ちょっと古いんですけど、制約プログラミング。まあ、これからの専門なんですけど、とかローカルサーチ。 まあ、あと基礎の、えー、と線形最適化、混合整数最適化を入れた、えー、レクチャー。非常にあの楽しい授業ですので、えっ、ー、と、こちらを参考にしながら勉強するといいと思います。まあ、あの、一応私の専門なんで軽く説明すると、今の線形、昔は線形計画って言ったんですけど、最近は線形最適化と。何かっていうと、まあ、こういう線形な、えっ、ー、と、線形ってのはこういう、なんていうこっちの領域だよと。 なんか制約が ax l ス s s than e b っていうのがあれあるんだよみたいな時にこの両、こういう制約を満たして、この制約を満たした中で、こういう目的関数、オブジェクティブファンクションを最小化とか最大化してね、というのが線形最適化です。で、ここになるんですけど、ここ一番この関数を大きくするんですけど、まあこういうのを見つけてくるようなのが線形計画、線形最適化です。あ、書いてあるね。えっ、ー、と、単体法、シンプレックスメソッド。 とか、内転法とか、障壁法とかっていうので、えー、まあ、比較的簡単に解くことができます。単体法って簡単に言うと、適当な点から始めて、いい方、いい方に行って、それ以上いいのがなかったら止まると。内転法は真ん中辺から始めて、こんな感じで行くと。<laughs> ま簡単に言うとですね。という方法です。で、整数計画、整数最適化っていうと、もう少し難しくなって、さっきは、 変数 x っていうのは何でもよかった。実数だった。これがこういう理算値ですね。整数じゃなくちゃいけないっていうと難しくなります。で線形計画解いて、ここが最適って分かっても、ここかもしれないし、こっちかもしれないし、こっちかもしれないよねっていうんで、まあ基本的には全部算算しゃいけないんで、難しくなります。ただまあ最近は解けるようになってきてます。はい。えっ、ー、と、分子限定法です。ブランチバウンド。というので、えっ、ー、とまあ解くことができます。 で、えっ、ー、と、制約プログラミングっていうのもあって、最近はあんまり流行ってないんですけど、えっ、ー、と、パスカルの専門なんで一応教えています。例えば、N クイーン。この場合、えっ、ー、と、5×5 のチェス版にクイーン。クイーンっていうのは、あの、チェスの最強の駒で、いわゆる日本の将棋の飛車と角の動きを両方するものが、えっ、ー、と、このクイーンです。で、それを、えっ、ー、と、お互いに取り合わないように、えっ、ー、と、か横、ここに置くと、横、こう開くと、こことここは置いちゃいけない。 で、2番目のどっかに置くと。全部置けますかみたいな。5つ置けたらいいよねって話が N クイーンです。N クイーン問題。で、これは制約プログラミングで解けて、え2番目置いた時にバズのところを見つけて、で3番目置いて、お、動きますね。バズのところを見つけて、4番、バスここだねってので、で、あ、バスを置くと実はこれ全部バスになっちゃう。ってことはもう次置けないんで、バックトラックをします。あの、戻る。 さっきここに置いたのがいけなかった。じゃあこっちに置いたらどうなのってことをやって、また3番目を置いて、えっ、ー、と、バツになるとで。まだ置けるんで、ここに置いて、はい。で、5番目は置けたので,で、出ました。っていうんで、その制約を満たすような回、えー、を、こう、まあ、前側に探そうと。バックトラックなんて昔からあるんですけど、この制約、バッテンだよっていうのはうまいぐらいに見つけてくるのが、この制約プログラミングの あの、ミソというとこですね。で、あとローカルサーシといって、えっ、ー、と、まあ、メタヒューリスティックで一番元祖なんですけど、例えば N クイーンでやると、適当なに置いちゃいましょう。ボンボンボンと5つ。当然これ取り合ってますね。これお互い取り合ってる。これバッテンだと。バッテンの見つけたら、あ、じゃあこいつらは取っ換えてみようとかってことを、取っ換えてみるっていうのは、近所、えっ、ー、と、どこどこだ。ここと、ここを取り替える。 これをこっち持ってって、これをこっち持ってで、今の回を大きく変えることなしに、ちょびっと変えようというのは、えー、このローカルサーチ。ローカルってのはその近所って意味で、ね、局所的って意味なので、局所的なチェンジだけして、良くなったら取っ換える。良くなったら取っ換えるってことを繰り返すのがローカルサーチです。意外とこれが実,践実際の問題だとよく動くというので、その後、まあこれをもう少し、これ、あの、すごく早いんで、もっと時間かけていいのやろうなんていうのがメタヒューリスティックスです。 その辺も多分カバーしていると思います。これがその調べですね。えー、やっぱりいろんな実際問題、えー、ナップサックとかグラフ採食、巡回セールスマン、施設配置、ピークルルーティング。でこういうのをちゃんと、えー、いろいろ、えー、解く方法を試してみようね、なんていう実践的な講義になってます。で、えーと、アナリティクスの専門の講義も一応あります。 最近はあんまりやってないのかなえっ、ー、と、MIT の、えっ、ー、と、ベルトシーマス、ディ,ディミトリスが、えっ、ー、と、まあ、一時期やってました。今はわかりません。再放送はないのかもしれません。えっ、ー、と、マシンラーニングと、まあ、可視化、最適化を非常に実践的な観点で解説してくれています。えー、そうですね。実際は、えっ、ー、と、まあ、これ映画のマネーボールってなったんですけど、 えっと、まあ、野球チームをどうやって立て直すのっていうのにアナリティクスを使うとか、こっちはその手法ですね。これ回帰分析。うん、とか、えー、テキストアナリティクスといって、えー、IBM のワトソン君がなんかクイズ番組で人間に勝っちゃったみたいな話。とか、いいハーモニーってなるあのね、結婚相談所を、えっ、ー、と、マッチングという最適化を使って、まあ、あの、結婚がうまくいくような、あ 最適化をしてビジネスを展開しているなんて話を、非常にビジネスオリエンテッドな講義ですんで、えーまあ、復活していたら、えー、と見ることをお勧めします。で、えー、肝心なサプライチェーン。でサプライチェーンも、えっ、ー、と、まあ、いくつかあるんですけど、一番お勧すすめっていうか基礎的なのは、えっ、ー、と、彼がやってる、クリス・カープリスがやってる MIT の、えー、とサプライチェーンのシリーズ。最近もっと増えているかもしれません。えー あ、これは、えっ、ー、と、その、シラバスで、えっ、ー、と、まあ、これ、確か、第、サプライチェーン維持ってやつですね。1年前にゼロってのがしか最近増えて、サプライチェーンアナリティクスといって、サプライチェーンを知るための、もっと基礎的な、えっ、ー、と、まあ、最適化の基礎とかをやってます。まあ、これは、その、SCM1 ってやつで、まあ、コンセプトの後に指数平滑まあ予測手法ですね。とか、ま、あ在庫の基礎とか、ま、あそういうのをやってます。これ、輸送とか、まあ、非常に基礎的で、この辺は非常によく取れています。 えっと、サプライチェーンデザインっていうのがナンバー2かな。えっ、ー、と、これ昔見たときはこの辺はなんかビデオの具合があまり良くなくてお勧めしてませんでした。えー、まあ、最近は改善されているかもしれません。で、えっ、ー、と、まあ、あの、こういうたくさん非常に良質な授業が、講義が無料で、えー、と見れるようになっているので、まあ、英語を見ながら、まあ、中には日本語の字幕があったりするのもあります。 アンドリューのマシンラーニングなんていうのは日本語の字幕もありました。えー、というので、えっ、ー、と、そういうのを見ながら勉強してみて、えー、ください。で、えっ、ー、と、まあ、あの、どんどん新しい授業も出てきているので、さっきのサプライチェーンに対しては、えっ、ーえー、と、さっきの、えー、と基礎的なコースの他にもう少しアドバンスなのも、えー、同じ MIT の人たちが、えー、グレイブスさんとかが出してきています。ので、まあ、そういうのを探してきて勉強すると、 いいと思います。で、以上で、えーまあ、ただでサプライチェーンアナリストになる方向についての、えー、お話を終わりにしたいと思います。